はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンティニューレトロゲームの動画毎日更新で、お届けお送りしております。そんな感じで、今日のゲームはこんなゲームですって。スーパーキックボクシングベストオブザベストっていうゲームですって。エレクトロプレインジャパンというところが発売というかしてるみたいですよ。どんなゲームでしょうね。おそらくスーパーなキックボクシングのゲームでしょうね。はい。まあ、こういうカセットなんですけどね。まあ、安かったから買ってみたんですけどね。どんなゲームかさっぱりわかりませんね。どんな感じだろうな。まあ、キックボクシングっていう、まあ、格闘技というかスポーツというかは日本でしたっけが元というかあれでしたっけ、まあ、それが後に K-1 とかになったりするんでしたっけ、まあ、でも別にムエタイとかはもともとね、タイの方で昔からあるものだとは思いますけど、まあそんな感じで、やっていきましょう。よくわかんないけど、とりあえず、で今日のワンコンテンツ1回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかとか紹介したり体験したり遊んでいけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。さあ何が始まるんでしょうか。おその回し蹴り上段中段、そしてお前蹴り上段前蹴り、かかと落とし、嘘、エレクトロニックブレイン、ロリシェル&エレクトロ、元のゲームがあるのかな、これどうなんでしょうね。まあ、こういうゲーム、こういうなんか動きをするんだぞっていう、この残像は常に出るのかな、このデモ画面だけ出るのかな。それがレトロフリークだからこう残像も見えてるだけで、まあ実機というか実機&ブラウン管の環境だとこういうのは出てこないのかな。何かしらボタンを押した方が良さそうですね。じゃあスタートボタン A ボタン、プレイヤー1、この人たちは実在なのかね。アルターロックネクストボクサーオプションマッチ、何を言ってんの。セレクトヒッツパッド &VSSNESあつやばいな、これ何か書いてあるの全然わからんな、これ。あ、なんか始まるの。プレビュー、これ今何もやってないから、これもしかするとプレビューはコンピューター対コンピューターかもしれない、ね、こんな画面なんですって。初めて見たな、これ。でもなんかちゃんとしてそうだな。割とちゃんとしてそうだけど、ちょっと動画わかる。今これデモ画面です。スタートボタン、セレクトボタンで何でしょうね。アフタールネクストボクサー、あ変わった、すごい、なんか怖い。この顔だけ変わっていくの怖い。メキシコ、ここどこ、まあいいや、韓国、この辺まだいいんだけど、この辺超怖い。なんか首ね、ここ一番怖い。うわ、ちょっとなんかこう連続で見ていくとすげえ怖い、これ。うわ、すげえ怖い、なんかすげえ怖い、超怖いな。なんかすごいな。何書いてあるか全然わからん。なんて書いてあるさ、フィジカルタイプか。全然わからん。あ、何？あ、始まるの？十字キーと何かの組み合わせでこういう攻撃ができるぞみたいなことか、多分。あ、それなんか自分でエディットできるのか。うわ、なんかこの首だけ動くこの感じ怖いな。じゃあこの人で
いやこの人これこの一番怖いこれがじゃあ一番怖いこれで、じゃあマッチすればいいの。マッチです。私は多分左だよね。あのねどのボタンを押す手が出ないんだ。LR ボタンか。 LR ボタンでなんか十字キーの組み合わせと LR ボタンでなんか手が出るか手足が出るか。すげえ今回し蹴りで後頭部打ったけど大丈夫。コントローラーすごくガチャガチャしてます今。おっでもなんか動きの豊富さはなんかすごいですね。これうまく動かせるようになったらすごく楽しいだろうな。あ、場所が入れ替わりました。あ、倒れた。ガチャガチャしてます、ガチャガチャしてます。もう 音が聞こえるであろうぐらいガチャガチャしてます。ちょ待ってこれ。手足が出ないんですけど。で3ノックダウン目はもう倒るやろ。これ無理やな。終わる。どうする？どうする？終わる？どうする？ SNS VS パッドってどういう意味だろうな。これが多分パッコン SNS って書いてあるのが多分これあれだよね。コンピューター線だよね。グレーディング、グラッディング。何これどういうこと？何言ってるか全然わからん。何言ってるか全然わからん。何を言っとるんでしょう。これ海外のゲームの移植ですかね。これどうやらここまでわからないことないもんな。トレーニング、え、手出たけど。 A ボタンでパンチ、 Y ボタンで下段パンチ、 X ボタンで LR ボタンで、うん、キック。なんであんな手出なかったの。ちょ、もう一回、もう一回やるよ。で、ワンコンティニューするよ。よくわからんな。相手の名前渡辺っていうの。あ、出る。あ、パンチ出る。いや絶対当たってるやろそれ。頭にあんだけ蹴り食らえばダウンするやろ。あ、出なくなった。疲れたかな。おっ、スリップか。十字キーを押してしまうとガードするのか多分。LR で蹴りが出ないな。さっき出たの何だったの。ちょ何して場所が入れ替わっとるぞ。
ょ、わかんない、ちょ、入れ替わるとわかんないな。スリップスリップ。蹴りが出ないな。よしよしよし。ふう。まだなんか手が出なかった。スリップスリップ。ちょ、入れ替わるのやめてくんない？大丈夫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 。一旦しのごう、一旦しのごう。あ、やった。上のランプなんだ。よしよしよし。あ、判定で負けたっぽい。お疲れ様でした。一回コンティニューしてたけど、やっぱ危機を分かりませんでした。このゲームは首の角度が変わるのが面白いゲームということでした。はい。そんな、スーパーキックボクシング、ベストオブベストというゲームでした。はい。どうだろうな。このゲーム思い出のゲームなんですよ。めっちゃやりましたわ、みたいな人いんのかな。デモ画面見るだけ、デモ画面ってこの、コンピューター同士の戦い見るだけでそこそこ面白そうな気もするけど。はい、というわけでお疲れ様でした。さよなら。